今回お話を伺ったのは、さまざまなイベントなどで子どもたちに木工体験を実施している NPO 法人魚沼交流ネットワークの万場浩一さんです。万場さんは魚沼市虫野に生まれ育ち、地元の高校卒業後関西の大学に進学、帰郷後旧小出町役場に入庁、51歳の時に早期退職され現在の生活を始められました。自宅とは別に魚沼市大倉で売りに出ていた中古物件を購入し、作業所を開設されました。現在では週のほとんどを作業所で過ごし、朝起きてから夜寝るまで木工に没頭される日々だそうです。そんな万場さんに木工を始めたきっかけや魅力などをお聞きしました。子供の頃からそういった工作は全然やってなかったです。あ、全然やってらっしゃらなかった、はい、図工なんてのは果たして成績も良くなかったんじゃないかな。でも今考えてみると、私たちの年代の男の子、つまり恵美ヶ崎なんかにいた、虫の中にいた同じような男の子は、ごく普通にノコギリも使い、釘もぶち、山行って木を切ってきて杉立派を作ったり弓を作って遊んだりということはごく普通にやってたんですよね。全員じゃないけど、そういう遊びしない子もいましたけどね、半分くらいはでもやってたんかな。だからね、やっぱり子供の時からやってきたこういう木工というか木をいじくるのが良かったんじゃないですかね。山といって虫野の場合は薬師様っていう山がありますよね。あそこのブナ、今結構大きくなったけど、あそこのブナはね、私が子供の頃はちょうど木登りができるぐらいの大きさで、あこがだから、まあ子供たちの遊ぶ基地っていうか、この木は 俺の屋敷だとか、俺のお城だとかっていう感じでさ、遊んでいましたよね。あとその竹鉄砲のこと、そう、山竹の細いところを使って杉の、ね、杉ぼぼ、あれをプチンとこう空気銃ですよね、あれは作ってやりましたね。あれだってもう上手に人があってね、飛ばせない人は全然ダメなわけだから。川遊びとか、川なんての遊びましたことの、もう魚つき、魚の川、でも小さい時は清水川とか三代川で魚釣りとかねしましたね。魚の川で遊ぶようになったのは高学年から中学生ぐらいになってからかな。中学生の頃は夏休みのバイト、うなぎ伏せするんですよ。虫の男の子全員じゃないけど半分ぐらいのがしていたな。カジッカをついてそれを餌にして、ブロックを積んだようなところにね、何本も仕掛けておくわけですよね。で朝早く行くとうなぎが釣れてるわけです。それを生かしたまま自転車で浦島山で小出の浦島山へ行って生かして持ってくれば高く売りますからね。死んじゃうとも半額になったな、生きたまま、いい稼ぎになりましたよ。1日1本ぐらい大抵釣れましたから、釣れてましたからね。やっぱりね、孫ができて、私が仕事辞めたらすぐ娘がもう結婚して孫ができたんですよね。で男の子だったもんで、で私、まあ娘夫婦は共稼ぎで仕事してたから、昼間いつも私が面倒を見たわけですね。そうしてミルクをやって、おしめも変えたりして、不思議だわって、すげえ、もう最初から懐いたから、そこの写真ありますけども、7ヶ月になった時から、それまでは娘は嫁に行った山形県の両親のうち英知を嫁に行って、だからその子供もそれまで私となんか全然会ってないわけですよね。それがこっちにも帰ってくるっての、娘の方で一緒に同居するってんで帰ってきて、本当にこの子俺に懐いてくれるかなと思ったけども全然心配ない。もう全くも最初から懐いて、血の結びつきの不思議を俺感じたって、他人じゃないんだなっていう。そしてその子はね、やっぱりこういうのこういじくるのが好きで、そう
でこの子に木馬を作ってやったりというのは始まり、はい、いや偶然ここが売りに出していたからですね。あ、うん、まあ、それと、うん、やっぱりね、あの小高いところに住みたかったっていうか、うん、あの家を求めたかった、うん、だからここはそういう点ではまあまあいい場所でしたよね、うん、他にもね二部とか十日町市になるんだろうか、六日町と十日町の間の枯れ木俣なんてところにも売りに出している家はあったんですよね。でもやっぱりあんまり遠いのはね、うちから通うっていうかちょこちょこ来ないし、うん、ここは30分かからないで来ますからね。なるほど、ちょうどよかったんです。そして今この作業場にたくさんの木がね置いてございます。どういうところからこの木を手に入れてらっしゃるんですか？材、製材所の屑材がほとんどですね。あとは山でですから、はい、うん、交流ネットワークで山で作業してますよね、はい、その時に出る、うん、やつを持ってきて使ってるわけですね。結構頻繁にじゃあ木を切りに行かれるんですか？毎週日曜日ほどそこにスケジュール表ありますけど、まだ今年の分はまだ入ってませんけども、はい、毎週日曜日あるんじゃないですか。なるほど、うん、やっぱりこう山を手入れしていくということはすごく大切なことになるんでしょうか？まあ、その辺はね、うん、人それぞれ考え方の違いもあるのかもしれないけど、私たちはいいことしてるとは思っているんですよ、うん、悪いことしてると思って、うん、でしかも汗かくでしょ、うん、これはまたね運動不足解消になってるしっていう、楽しいですよ本当に実際、うん、チェーンソーで木切るなんて快感そのもの、バサーと、ね、木が倒れる時の快感じゃあ大きな木も、いや全然30センチ20センチぐらいだ大きい木だ、おっかなくて切らんねんや。ご自身でこう伐採した木の中で、あ、これは木工作品に使えそうだなっていうものは？そうですね、例えば杉であれば、うん、まあ20センチ弱ぐらいののは、つまり木馬なんかにね、はい、あ、木馬の銅なんかに使えますんで、うんうん、ほとんど持ってきて使ってますね、うん、ええ、うん、まあ新しい、例えば竹馬がありますけども、はい、竹馬は下まで一本の棒ですよね、うん、ですごく乗りにくいですよね子供は、はい、それを支柱、足をつく場所をちょっとずらしたんですよね、うん、あれはヒット商品でした。ヒット商品というか本当に子供が簡単に乗れるようになった、ああいうね新しいね、うん、ものを作るっていうか、あの発明といえばオーバーになるけどそういうのを作り出した時の、おし、これは俺の特許だとかさ、どうすれば塗りやすくなるかなという考えて、こういうのを見つけ出した時、よし、やったやったというこの喜び本当にたわいもないことですけども、そうなんですって、うん、楽しいんですって。これからも木工を続けていきたいなって思います。元気のうちはね、やっていきたいですよね。うん、そうですか。大沼で好きなことができる環境、今の環境については満足してらっしゃる？満足ですね。ああ、そうですか。いや、こんな勝手なことをしていいんだろう。つまり私は虫野のうちのこと、まあ別にね、田んぼも畑もなかったというか、ね、大してなかったからだけど、一切してないわけですよね。うん。だからもう女房に言わせれば、あんただってもう感動だって言ってさ、言われるくらい僕は本当に自分だけの好き勝手なことをしているわけです。こんな幸せなことはないですね。単なるパソコンを使ってのじゃなくて、単なるデスクワークじゃなくて、自分でノコギリで木を切ったり釘を打ったりして物を作るっていう、これすごく大事なことだと思うんだよね。頭だけで考えてるんだ、決して頭でいい子にならないと私は思ってますから、やっぱりそう、手を使い、体を使い、うん、と思ってます以上。毎週末には奥様が作業所に足を運び、2人で山の散策などにも出かけるというバンバさん。
俺は自分の好きなことを好きなだけやって暮らしているだけとおっしゃっていましたが、お孫さんを喜ばせようと始めた木工も、作業所の壁に何枚も飾られていた家族写真も、バンバさんの家族への愛情の深さを感じることができました。